総合格闘技イベント超ライジンサンデー朝倉未来を1ラウンド KO で下した平本蓮がネット上でのドーピング疑惑に対して強い反応を示しました。平本は自身の XQ ツイッターで勝っただけでドーピング疑われるなんて不快どころか名誉だろと述べ、俺に嫉妬が止まらない、連中全員お疲れ様ですと一蹴しました。平本のこの発言は試合後の盛り上がりをさらにヒートアップさせました。ドーピング疑惑をほのめかしたのは元レスリングのリオ五輪金メダリスト太田忍など一部の格闘家たち。太田はインスタグラムの生配信でそういう噂があると述べました。これに対し平本は太田忍に至っては通常運転すぎて安心しましたと実名を挙げて反論しました。ドーピング疑惑が浮上した背景には平本の急成長と圧倒的な勝利があると考えられます。総合格闘技の世界では選手が急激にパフォーマンスを向上させた場合疑惑が生じることがあります。しかし平本はこれを名誉と捉え、むしろ自分への評価が高まることを喜んでいるようです。平本蓮はその独特なキャラクターと強烈なパフォーマンスで注目を集めています。彼のスタイルはファンやメディアから賛否両論を巻き起こしながらもその存在感を示しています。ドーピング疑惑に対する彼の反応はその一貫した自信と挑発的な姿勢を示しており、ファンからの支持も熱いです。今回の騒動を受け、平本の今後の試合や活動にも注目が集まることは間違いありません。彼の反応によってドーピング疑惑は一蹴されましたが、彼がどのようにしてこの状況を乗り越え、さらなる成功を収めるかが注目されています。彼のキャリアはまだ始まったばかりであり、これからも目が離せない存在であることは確かです。